6選手が登場して水面上は第3レース予選競争が始まりました。対戦メンバーは1号艇川村雅樹、2号艇三宅親志、3号艇白石浩二、4号艇大場博隆、5号艇大山千尋、6号艇広瀬雅人、以上の6選手の対戦です。作戦待機行動、各選手が現在は端幕付近からホームストレッチ側です。まずはインコース1号艇の川村雅樹。今日は2走あります川村。連勝ゴールで得点率は 8.00 まで上がります。隣2コースには2号艇の三宅親志、3コースには3号艇の白石浩二と向かっていきます。4コース角1は4号艇の大場博隆。現在得点率は 7.33。 今日は2走ありまして、2走上位入着が必要です。そして5号艇の大山千尋が4コースの角になります。5番の大山、今日は2走12レースとの2回走り、優勝戦へ向けての勝負がけの2戦です。6号艇の広瀬雅人が5コースで、4号艇の大場博隆がアウト6コース。スタイルは3対3です。並び合うちから1番2番3番5番6番4番スタートしました。センターの3、4コースがスイート先行しました。4コース角から5号艇の大山が出ていきます。さあ1周1マークは5番の大山がまくっていきまして、さあここは一気にまくり切りましたか。内側からは1号艇の川村、6号艇の広瀬も追走していきますが、まくり切った5号艇の大山千尋トップに立ちました。3停進先行、スタートは前提正常でした。2番手現在6号艇の広瀬が優勢ですが、内側から4号艇の大場、外からは1号艇川村接近。1周2マークは5号艇の大山の後方、2番手は指していった6番の広瀬が進出。5番6番で直線コースへ変わりました。レースはこれから2周目と向かっていきます。先頭は独走になりました5号艇の大山千尋、2番手は6号艇の広瀬が追走です。その後ろ3番手ですが、1番2番4番とこの3艇現在固まった状況で2周目第1段マーク、外前から4号艇の大場が3番手に上がってきました。体勢は5番6番4番となってスリットラから2周2マークに移っていきます。3番手の後ろは定冠は2、3停進開いて、2番の三宅、1番の川村、最後方は3番の白石が追っています。上位の体勢は5番、6番、4番で直線コースへ変わりました。レースは最終周回へと移っていきます。5号艇の大山千尋が先頭、大きくリードを取って最終周回1マークを目指していきます。2番手は6号艇の広瀬雅人、2、3番手の定冠も開いて、4号艇の大場博隆が3番手、後続定冠3停進で2号艇の三宅が追っての4番手ですが、さあバック側に入って先頭から5番、6番、4番と体勢は変わっていません。後方3停止され2号艇三宅、1号艇川村、最後方は3号艇の白石が追っています。シリーズ初勝利が見えてきました5号艇の大山千尋、この後は第12レース待っています。2番手は6号艇広瀬が追走、4号艇大場が3番手、第3レース予選まもなくゴールインです。先頭5番大山ゴールイン、2着は6番の広瀬、3着4番大場ゴールイン、2番三宅、1番川村、最後方は3番白石ゴールインです。